ユリア・アンドレーブ・ナイフィモアは、ロシアの競泳選手。2008年にオリンピックに初参加し、2012年には200メートル平泳ぎで、銅メダル。2016年では100メートル平泳ぎと200メートル平泳ぎで、銀メダルを獲得した。世界水泳選手権では、50メートル平泳ぎ、100メートル平泳ぎ、200メートル平泳ぎの、計6度勝利している。 50メートル平泳ぎの元世界記録保持者でもある。2014年1月に2013年10月の競技外薬物検査に不合格であったことが発表された。陽性反応はプロスポーツで禁止されている内因性ステイロイドホルモンである兄対してであった。2014年5月13日。 2013年10月31日から2015年2月28日までの16ヶ月間出場停止となった。グロズヌイで生まれたが、第一次チェチェン紛争のため家族でボルゴドンスクへ移った。そこで6歳の時に父親のアンドレイ・フィモフの指導を受けて水泳を始めた。2011年までタガンログに住み、イリナ・バイアッチェンナの指導を受け、南部連邦大学で学んだ。 その年の3月にアメリカ合衆国のカリフォルニア州に移り南カリフォルニア大学水泳チームのヘッドコーチであるデイブ・サロに指導を受けた。エフィモは最初の顕著な功績は2007年のヨーロピアンショートコーススイミングチャンピオンシップスにおいて50メートル、100メートル、200メートル平泳ぎのタイトルを獲得したことである。 2008年のヨーロッパ水泳選手権では200メートル平泳ぎで金メダル、50メートル平泳ぎで銀メダルを獲得した。北京で開催された夏季オリンピックに参加し、100メートル平泳ぎで4位、200メートル平泳ぎで5位となった。2010年、ヨーロッパ水泳選手権の50メートル平泳ぎと100メートル平泳ぎで金メダルを獲得した。2012年、 夏季オリンピックの200メートル平泳ぎでに20.92のタイムで銅メダルを獲得した。1年後にバルセロナで開催された世界水泳選手権では200メートル平泳ぎでに19.41のタイムで金メダルを獲得した。50メートルの予選では29.78の世界記録を出すが、この記録は準決勝でルータメールティーテに破られた。 エフィモアは決勝を29.52のタイムで優勝した。2015年世界水泳選手権の100メートル平泳ぎにおけるエフィモア薬物検査が陽性であったことから受けた16ヶ月の出場停止の後、2015年8月の世界水泳選手権で15.66のタイムで100メートル平泳ぎで初めて金メダルを獲得した。メートルでは位であったが、 200メートルでは、準決勝敗退であり17位であった。2016年6月、ロサンゼルスインビテシャネルに戻り、200メートルを2、22.77のタイムで勝利した。2016年リオデジャネイロオリンピックでは100メートルと200メートル平泳ぎで、銀メダルを獲得した。2017年3月のニューサウスウェールズ州オープン。 チャンピオンシップスでは200メートル平泳ぎを2、28.80のタイムで勝利し、100メートル平泳ぎを1、6.55のタイムで勝利した。1ヶ月後、2017年ロシア選手権では50メートル平泳ぎを29.88のタイムで勝利した。2017年7月、ブダペストで行われた世界水泳選手権で100メートル平泳ぎで1、 5.04のタイムで銅メダルを獲得した。3日後、200メートル平泳ぎにに19.64のタイムで勝利し、5度目の世界選手権タイトルを獲得した。2014年1月、エフィモワが2013年10月の競技会、薬物検査に不合格であったことが発表された。陽性反応はプロスポーツで禁止されている。 内因性ステイロイドホルモンである兄対して出会った。2014年5月13日、2013年10月31日から2015年2月28日までの16ヶ月間出場停止となった。2013年のヨーロピアンショートコーススイミングチャンピオンシップの結果とメダルも剥奪された。4つの淡水路の世界記録も無効になった。 2016年2月25日から3月30日の間に、計6回メルドニウムに対して陽性であった。3月14日に、国際水泳連盟により国際競技に一時的に、出場停止にされた。薬物が人体内に止まる期間についての研究が、なかったため、追放されたり、出場停止されたりしていなかった。2016年リオデジャネイロオリンピックへのエフィモアの、 参加は、ロシアオリンピック選手団内で行われたドーピングのスキャンダルが続いていたことから物議を醸した。エフィモアは当初は、以前のドーピングによる出場停止により参加を禁止されたが、この参加禁止は、スポーツ仲裁裁判所により否決され、出場が許可された。大会期間中、各レースで観客からブーイングを受けた。100メートル平泳ぎで、金メダルを獲得した。 リリー・キング含む他の選手からもパフォーマンスを向上させる薬物を服用したことで批判を受けた。エフィモアは銀メダルを獲得し、その後の記者会見で受けたブーイングについての冒頭の質問から泣き出しそうであった。ありがとうございます。